ラジオマクロ。みんなエカルチャー。秋風がヒルヒルと音を立てて通り過ぎていきました。爽やかな秋の風のように、今夜も爽やかな女バネッサです。リンリン、スズムシが澄んだ声で鳴いています。いつも澄み切った心で毎日を過ごしたいと思っているキムです。金木犀の香りが夜風に乗ってプーンと漂っています。自称いい香りいい女、シャミちゃんです。はい、今夜も麗しい三人娘バネッサ、キム、シャミのラジオマクロス、みんなデカルチャー。この番組は株式会社秋田書店、ビデオソフトのエモーション、ナムコの提供でお送りします。今度私たち映画を作るんだって。で、マミちゃんも出るの？ユウとマミがごっちゃになって大騒動。やったね。クリーミーマミーオリジナルビデオロンググッドバイはエモーションより好評発売中。マクロの空を、マクロスは X1 のパソコンゲームになって帰ってきました。バルキリーが三段変形するスクロールシューティングゲーム、超時空要塞マクロカウントダウン、3210シュー。パソコンゲームはボーステック。マイアニメが10月から5日と20日、月2回発行のアニメ情報誌に変身。10月5日発売第1号はゼータガンダム特集ほか、アニメピープル、アニメアイなど新企画も充実。そして人気キャラシールなど特典もバッチリ。マイアニメは10月20日号発売中、定価なんと330円。もう今夜でね、いよいよラジオマクロスも最終回を迎えたわけですけれども、まあ今日は3人でギンギンに乗っちゃいましょう。イエーイ、ギンギン。まあね、3人で1年間よく喧嘩もせずにやったと思うよ。ほんとね、なんかとかくさ、女の子が3人集まれば1人が仲間外れにされちゃっていがみ合いが始まるもんだけど、それで私たちの場合は仲良くやれたみたいですね。そうね、やっぱ3人でね、ワイワイガヤガヤやったからいいんじゃないかな。ほら、よくほらねね、女3人集まればかしましってやつでさ。何おっしゃるカッパさん、どっちかっていうとね、ミイコ1人でかしまし買ったって感じじゃない？はにゃはにゃ。そうですね、まあ、1年間一緒にやってきていろんな思い出っていっぱいあるね、本当長かったようで短かったね。短かった、あっという間だね。いろんなお客さんも来てくれたし ね、うん、ね、楽しかったな、うん、一番最初来てくれたのは長谷くんだったっけ。長谷くん、そう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 、ね、あと美香ちゃんも来てくれたし、鈴木さんもクリスマスに、そう
みんなでシャンペン飲みながらやってた。みんなでとちりまくって列が回らなくなっちゃって、どうもすいませんでした ね。あと蟹江さんも、うん、フラメンコ踊ってくださったね。そうそう、それから翔くんもね、ラジオドラマで ね、してくれたね。イベントなんかも一緒にやってくれたもん ね。 そうそうね。それから南翔子ちゃんとか宮里久美ちゃんとか、うん、それから白鳥の皆さん変化でしたね、うん、あとミーナちゃんも来てくれて、たぶんみんなと一緒におかしかったね。あとほら、千葉さん、千葉茂さんとか、そうそうさんの、うん、なんだっけ、MRC の皆さん、そうそうそう、3人目のバカウサギ、うん、バカウサギもう一回言ってごらんなさい。3月ウサギ、バカウサギじゃなくて、本当にさ、まだあんたってダメ、無理やと思ってたの。それから旦那くん、チクってやる。またそのジオダさん、バカ祭りじゃなかった、バカ騒ぎとこっちになっちゃったの。そうそうそう、フォローしなさいちゃんと。それから奥村監督が来てくれたり、うん、それから朝さんも来てくれました。そう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 、あかねちゃんね、あかねちゃんね、あかねちゃんね、渋くやってましたね。最後のゲストっていうとマミさんでしたね。そうでしたね、ビビットでね、うん、というところで、うん、そうみんなと楽しくやってきたんですけれども、個人的にはどうでした、鶴ちゃんなんかは。個人的に、うん、そうね、なんかあるよあるよという間にわけのわからないまま私は終わってしまったもんですからね、うん、まあ本当に何を言っていいかわからないですね。最後に鶴の一声なんかどうですか。あ、聞きたい、もう最後だから聞きたい。あの番組中どっかで言いますから、どっかで言って待っててね、うん、待ってる待ってる。みこは、うん、すごい楽しかった、うん、となんかこういうのって初めてで、うん、やっぱりいつもね、台本とかね、自分のアニメとかやってて、うん、台本通りに行って、こういうのってなんか3人のチームワークっていうか、コンビネーションっていうかね、うん、うん、だから外れたりとかしてたけど、まあ、外れがかりだったからしょうがないよね、うん、自転やったんじゃないもんね。そう、自転やったんじゃないんですよ。あのにかぶりつかないよね。だって一生懸命言えば一生懸命きね、うん、そうね、聞いてくるもんね、うん、私はね、うん、やっぱりね、途中ちょっと苦しかったことがあったの。やっぱりほら、私たちってアニメーションのキャラクターの方が、うん、みんな聞いてくれてる人たちも知ってると思うのね、うん、だから今まで可愛い子とか、うん、それから大人の女の人とかいろいろやってると、うん、どっかそういうイメージで聞いてくれる本だと思っちゃうと思うの。でも3人でおしゃべりしてるとなんか字が出ちゃったりするじゃない、うん、ちょっとお手紙とかで、ああいう言い方はなんかルンさん良くないとかね、うん、いっぱい来るわけ。まあ、3人とももう、 あのなんていうの、イメージをぶち壊したね。そう、多分そうね。だからそういう意味ではね、すごいね、うん、お手紙とかもらうと、あ、こうやってお話ししててさ、うん、後でお茶でも飲もうって言うとお互いに分かり合えるところもあるんだけど、うん、ラジオって本当にこっちから言って聞いてくれてる人たちがまたハガキをくれて、それに直接また答えてあげられる人が少ないじゃない、うん、ね、うん、1回に3人ぐらいしか読めないし、うん、だからね、そういう意味ではキャッチボールが本当に満足にできなかったから、その辺はね、すごい辛いところがあった、うんうんうん、でもほらほら、紀藤なめるくんなんて、すごい人がね、もうスターになってしまいました、ね、スターになってしまいました、ね、スターだ。でもね、なめるくんにほら、本当はお電話しようと思ってたのね、最後にね、うん、でも電話番号とかが書いてなかったから連絡できなくて、そうそう、残念ね、埼玉に住んでるってことだけは分かってるんだけどね。そう、カラギの匂いでね、分かる。何の匂いがするの。気になってるの。いろいろありましたね。それからお風呂シリーズとかやったり、 あれ楽しかったね、うん、本当に。でもあれはいやらしいというなんかおはがきが来てましたね、うんうん、でもあれいやらしくないんだよ ね。だってスタジオでやってるんだもん、ね、聞いてる人がね、すごい嬉しちゃってるんじゃないかなと思うのよね。聞いてる人の方がいやらしいのよ。ルンさんのおっぱいが3つあるってどこにあるのかなとかね。4つじゃない、あ、4つだったっけ。あら、1個もない人もいらっしゃるの。世代のこと。あ、せっかくここまで仲良くそうよ、ね、まだここは穏便に、はい、姫、ね、あとね、なんといってもあの情報コーナーの緊張っていうのはたまらないませんね。閉じたら殴られますからね。そんなことないよ。殴られますよ。鶴ちが下の方から蹴飛ばしますから。そんなことないよ。足癖悪いんだね。足癖悪いね、あとね、トルチのね、うん、鼻をビッて膨らますのがね、私は隣で話しててね、印象的ですね。この番組やるようになってから笑った時に鼻が鳴るようになってしまう。今のはルンさん、トルチやってみて。今日ちょっと上品ぶってないですよね。あとさ、この番組やってて、ミーコがいつの間にかカッパになってそう、髪の毛をね、切っちゃったのね、うん、ちょっと範囲で、ね、ここのもっこりが効いてたんだよ。そう、かさぶたみたいになってこう。でも今日カッパ色じゃない。うるさいなぁ。うん、ね、最初始めた頃から短かったっけ。これは短かった。
時にちょうど切ったぐらいだったね。そっか、うん、でもマクロスやってた頃はさ、すっごいこうサバージュみたいな感じで可愛かったんだけどね、うん、で久しぶりにほらハガキでさ、ミーコの昔の姿の写真を送ってくれたじゃない。すっごい可愛いのね。大列この写真欲しいって言って持ってきてくれたね。過去の栄光。でもあの写真を見てね、私は、うん、やっぱり髪の毛を伸ばそうって決意してね、うん、それでこう伸びてきたんだけど、うん、前髪だけうるさくなっちゃったから自分で切って今、うん、みょうがみたいな。みょうがの季節も終わりですね。私大好きなの。私も大好き。でもあれさ、あれいっぱい食べるとバカになんだってね。物忘れですよ。あ、物忘れ、うん、物忘れがひどくない？私年とともに物忘れがひどくなったのかと。それは年ですよ。更年期症だけどね。うん、皆さん次行きましょう。とまあいろいろ楽しいことがあったマクロスでした ね、 ね、はい。人類に目覚めてくれと放たれた。絶賛発売中。桃とあなたの明日はどっちだ。国際アニメーション研究所はプロアニメーター養成のスペシャリスト。あなたも国際アニメーション研究所で世界に通じる確かなプロ技術をマスターしてみませんか。お問い合わせは東京 03-449-9481 国際アニメーション研究所へ。マイアニメが10月から5日と20日月2回発行のアニメ情報誌に変身。10月5日発売第1号はゼータガンダム特集ほか、アニメピープル、アニメアイなど新企画も充実。そして人気キャラシールなど特典もバッチリ。マイアニメは10月20日号発売中。定価なんと330円。それではね、ここでもう最後になりますけれども、はい、お便りを紹介したいと思います。そうですね、はい、じゃあペコから。北海道のね、函館市臼井ひろきくんからいただきました。背景オペレーターのお三方、どうもはじめまして。私ここ北海道に生息するリスナー経験、将来の4ヶ月のものでございます、うん、どうぞよろしく。さて唐突ではございますが、パンパカパーン、今明かされるラジオマクロスの欠点、失礼、北海道その1、北海道での知名度があまり高くない、うん、北海道新聞という道内ではメジャーな新聞があります。こいつが本当に何を考えとるのか、番組欄にラジオマクロスみんなでカルチャーのカルチャーだけ載せてるのです。12時30分カルチャー、これじゃ分かりませんよね。だって教養番組だもんこれ、うん、まあ一応はね、その2、電波が悪い、実はラジオマクロスは北海道にはネットされていないのです。したがって我々北海道民は東京からの電波を直接受けているのですが、これとて上空の電離層って何？知らなくさせるよ。失礼いたしました。教養番組です。は終わり、30分中半分は雑音だけというものがザラにあるんです、うん、その3、これが一番だったりする。眠れない、はっきり言います。寝る前に頭の中にご三方の声、特に室井さんの声がガンガン反響している状態で眠れると思います。眠れますよね。私のほら、ねーすごい評判だったよね。これから眠りやすくなるから、ね、そうよね。安心してね。もううとうとしても起こされちゃうもんね、うん、というわけでございます、はい、お名前読んだっけ。はい、臼井ひろきくん、はい、はい、鹿児島の方もなんか聞きにくいとか言ってましたね、うん、でもすごいね、北海道、うん、北海道の匂いがする
何でも匂いがするね。はい、次はですね、はい、ペンネーム座敷わらしより、秋島篠方ですね。お三人様はじめまして、こんばんは。毎週土曜日は楽しく聞かせていただいていますが、突然ですがお三人方がもしナースじゃないよ、看護婦さんだったらのことを考えてみました。はい、バネッサ、病院のマドンナ、何でもテキパキとやる、病院のマドンナ的な人である。この人正しいね。なかなかシリアス。キル、病院にとっては神。サバサバしているので子供たちの間では人気者、仕事を適当にやるので病人が増える一方である。当たってますね。私適当にやんないよね。 A 型だもんね。もう段取りのつるちと言いますからね。はい、サビ、病院にとってはガン、幼稚、なんで幼稚なので、なんで今聞きなさいの、幼稚なので年寄りに好かれる。患者さんの血を取るときどの辺に刺すの、どこでもいいよ。あ、ここミコが言ったね。ミコが言った方がいいんじゃない、どの辺に。うん、ミコ、私だったらね、どの辺に刺すの、どこでもいいよね、じゃなくてね、変わんないね、誰が読んだ、どの辺刺すのだ。私は吸血鬼。どこでもいいよね、じゃない、ここら辺がいいよねって手掘りに刺す。やーこれは。同じじゃない、どこだって。間違っても看護婦になっちゃダメよ。そうよ、絶対ダメよ。なに、私はね、白衣の天使と呼ばれてるのよ。何を隠そう、緑色の天使。はい、ここでキャプキャプしたお便りはここで終わりまして、はい、ですね、はい、どこだ、宮城県の、ペンネーム山崎あゆみさんからいただきました。はい、前略、あと4日で転校してしまう人が私のクラスにいます。うん、なんだっけ、大嫌いという感情付きの本当に嫌いな人なんです。その嫌いな人を T 君とします。はい、T 君の転校の話を聞いた時、私は思わず泣いてしまったんです。嬉し泣き、あのうるさいのがあのうるさいのがいなくなる、やったと、この他に言葉はなかったんです。うん、つい最近 T 君は写真を撮っていました。クラスの写真、教室の写真、学校の写真、先生の写真、今まで自分に関わっていた人、ごめんなさい、全員の写真を撮っていたんです。その表情はすごく明るかったんです。でもその明るさの中に寂しさというものが見えるような気がしました。うん、この T 君は中学に入学する前に引っ越してきたばかりで、まだ3年もここに住んでいないんです。うん、やっと友達がたくさんできて、今年は中3、思いっきり思い出作りしたい時なのに転校。私 T 君のことも考えないで喜んだりして、 T 君のこと全然思いやってやれなかった。うん、そして何もしてやれなかった。こんな自分が情けないです。そんなに仲のいい人じゃなかったけど、一応は友達、クラスメートだったんだから、その人のことをいくら嫌いだって転校のこと喜んだりしちゃいけなかった。でももう遅いんです、あと2日しか会えないけど、私その人に思いっきり優しくしてあげる、親切の押し売りしてやりたい。あと2日なんだもん会えるの。この手紙が届く頃にはもう転校してるかもしれないけど、どうしても誰かにこのことを言いたくて、ごめんなさい。本当に友達って素晴らしいものだってこと知りました。多分別れるときさよならって言えないと思うの。せいぜい See you again、 そう言って涙だろうな。それでは皆様、 See you again と。あ、いいですね。こういうお便りいただくと本当嬉しくなりますね。でもさ、あのお友達でも何でも第一印象でどことなくなんか判断しちゃったりするじゃない。うん、フィーリングとか ね。でもこういうなんか出来事があると自分の見方も変わるしね。一つこう大人になる、ね、いい経験してます ね皆さんね。はい、でもこういうお便り嬉しいね。最後にね、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ということですけれども、これから先私たちはラジオマクロスの後もお仕事をしなければいけないわけですが、ね、どんな風にお仕事をしていきたいと思いますか。あ、そうですね、今日真面目だね。お仕事お仕事っていうか、これからの抱負ですね。うん、プライベートでもいいよ。あ、やっぱりね、まあ、仕事はアニメーションと洋画と、うん、あと、皆さんに発表しなかったんですけれども、山本エリコとのバンド、うん、あれがデジャブーっていう名前になったんですけれどもね、はい、そっちの方のライブ活動も続けていきたいし、あと、スリル&チャンスのお芝居も続けていきたいし、あ、宣伝していいかな。いいよ。どうぞ。11月21日から24日、シアター大観山で、スリル&チャンスのお芝居、さよならクリスマスがありますから、みんな見に来てね。ということでね。はい、あとスポーツもどんどんやっていきたいな。そういいね。思いますね。はい、みこは。そうですね、私の場合やっぱりマイペースというか、うん、なんかこう不器用なんで、トマトジュースを飲んで頑張ろうかな。そうね。お皿も乾かさないように。はい、大事にします。うん、私はね、うん、そうね、ラジオをもう一回やってみたいって気がするのね。で、私前に本当は一人でやってたディスクジョッキがあったんですが、はい、今回3人でやってすごくお勉強になったし、うん、財産もできたしね、うん、そういう意味でまだまだやりたいこともたくさんあるし、うん、で、アニメーションも洋画も CM も全部素敵だけど、うん、なんかこういう自分のね、うん、中で自分の気持ちを割ってこうお話しできるっていうのはとっても、やっぱラジオの仕事初めてだったけど、うん、すごい勉強になりましたね。うん、でもおたおたしましたね。慣れなくてね。本当ね。まあ皆さん、この1年3人娘のラジオマクロスを応援してくださって本当にありがとうございました。ありがとうございました。お
便りもたくさんいただきました。本当に本当にほんの一部しか読めずに、ね、ごめんなさいね。私たち3人これからもアニメ番組やその他いろいろと頑張ります。今後ともよろしくお願いしますね。もしね、あの本当に姿見かけたら声かけてね、うん、声かけてくれなかったらね、おんどりゃ承知せんぞこら。出た、怖い。お聴きいただいた曲はですね、はい、11月21日発売の予定です。タイトルは マクルスの LP でね、はい、銀河に降る雪という、レコードの中で私たちが3人で1曲歌ってるジングルベルがなくなったというね。1番がツルチで、はい、2番がミーコで、3番が元気で、そうで、コーラスのところはなんと3人プラスミカちゃんがね、ねえ、
レコーディングスタジオすっごい素敵じゃなかった？素敵だったね、うん、コーヒーなんか出ちゃったりして3杯も飲んじゃったいやブリッジにいる気分で歌いましたね。そうですね、そうね。それからセリフとかもあるんですけれども、 それはマクロスの3人娘とミカちゃんが、うん、少し大人になった雰囲気で入れてるんですよね、うん、しっとりとね、うん、どのぐらい変わってるかお楽しみにねということで11月21日予定ですからね、はい、皆さんどんどん、は、うん、今までほら、兵庫県の明石市の前田和則くんなんかからもいろいろおはがきいただいてて、3人でレコード早く出してくださいみたいなのがあってね、うん、やっとね出ましたね。この前ほら朝あかねさんが、あ、ね、そうそう、それでこの曲はですね、ジングルベルが亡くなった、はい、羽田健太郎さんが作曲で作詞が朝、そう、この前ほら作りますよって言ってて ね、約束通り ねちゃんとできました、作っていただきました。はい、皆さん買ってください。大ニュースよ、お年よ。なんだよ、ユウ。今度私たち映画を作るんだって。で、マミちゃんも出るの？ユウとマミがごっちゃになって大騒動。やったね。クリーミーマミオリジナルビデオロンググッドバイはエモーションより好評発売中。森を抜け、川を渡り、レンガの壁を打ち砕き、バトルシティに迫り来る敵戦車部隊。不屈の闘志でマイタンクを操縦、司令部を守り抜くのは君だ。2人同時プレイも楽しめる本格的な戦略ゲーム、ナムコのバトルシティ、ファミリーコンピューター用カセットで新発売。マイアニメが10月から5日と8日月2回発行のアニメ情報誌に変身。10月5日発売第1号はゼータガンダム特集ほか、アニメピープル、アニメアイなど新企画も充実。そして人気キャラシールなど特典もバッチリ。マイアニメは10月20日号発売中、定価なんと330円。いよいよお別れの時間が迫ってきました。私佐々木のいっぱいお叱りの、お手紙もいただいたんですけれども、反対にルンチ頑張るのお手紙も読めなかったけど、どうもありがとう。いっぱいいっぱい心の財産ができました。どうもありがとう。いつも皆さんからのお便りを読むのが楽しみでスタジオに来ていたんですけれども、それももう読めなくなるのかと思うと寂しいですね。番組が終わってもね、マクロスともども私たち3人を応援してください。本当に今までどうもありがとう。1年間本当にお騒がせしました。ちょっぴり寂しいけど忘れないでね。今度お耳にかかるときはもう少し女っぽくご期待ください。またお会いしましょうね。お相手はバネッサ役の佐々木ルン、キム役の鶴ひろみ、ケニー役の室尾美雪でした。それでは新たな旅立ちに向けて、マクロス館発信デカルチャー。この番組は株式会社秋田書店、ビデオソフトのエモーション、ナムコの提供でお送りしました。